中本静香、受験まであとわずか、悔いのない1年にしたいです。私、高木玲子、今日も決まりましたわ。最上級生にふさわしい心構えで勉学に励みますわ。私、志村まみ、高校生活最後の1年だから思いっきり楽しんじゃおうっと。行ってきます。私、加藤美香、長寿庵の看板娘。いよいよ受験だけど、ファイトファイトで頑張るぞ。荒井清美、今日から高校3年か。一丁気合い入れていくか。よし、次はあのループコースターに乗ろうぜ。あのサルって先生そっくりだぜ。お魚を見るのって好き。なんだか心が休まるんです。すっごい楽しそうですね。ワクワクしちゃうな。宇宙って神秘に満ち溢れていますよね。チアス、どうしたんですか、こんなところで。こんにちは。ここら辺はね、私が生まれ育った町なんだ。我が家の別荘の方が美しい景色ですわ。私、高いところって大好きなんだ。ごちそうさん、今度は私がおごってやるからな。ねえ先生、ハンバーガーあと5個頼んでいい？先生の知ってるお店にしてはまともね。あら、このお店安物ばっかり。あら先生、何かお探し物ですか？やったー。スポーツってやるのも楽しいけど見るのも楽しいよね。あー、ここ新曲がバッチリ入ってる。さあどうぞ。先生、ねえデュエットしようよ。ねえデュエット。美しい芸術品に接するのは素晴らしいことですわね。つまんない映画だと寝ちゃうよ。嬉しい。この映画とっても見たかったんです。どうだい、一緒に踊ろうぜ。何言ってんだよ、これくらいでないと目立たないだろ。無理すんなよ。
筋肉痛になっちまうぜ。ノリが悪いな、しらけちまったぜ。踊るのってとっても気持ちいいよね。だって体を動かすのは大好きなんだもん。たまには私だっておしゃれしたいのに。お願い、今日だけ見逃して。どう先生、この服似合ってるでしょ。でしょ、やっぱり元がいいからかな。そんなことないもん。先生ったら失礼ね。そんなこと言わないで、先生も一緒に踊ろうよ。私がお立ち台に立つと注目の的ですのよ。そうよ、私はディスコクイーンなのよ。いやよ、順番待ちの方が大勢いますから。そんな考え方しかできないなんて、かわいそうな人。たまにはこうやって羽を伸ばすのもいいですよね。大丈夫です、もう一曲踊ったら帰りますから。今日初めて来てみたんですけど、変じゃないですか。そんなこと言うのって差別だと思います。ずっとあいつについていくって決めたんだ。今が良ければいいじゃないか。先生なんか大嫌いだよ、帰ってくれよ。先生って意外と理解あるんだな。彼大学生なんです。卒業したら結婚する約束してるんです。いや、絶対に嫌。先生、分かってくれてありがとう。私たちに関心がないなら帰ってください。彼のことが好き好き大好きなの。そんなことないもん、本気だもん。わかりました。でもこの気持ちは変わらないんだからね。どうでもいいなら放っておいてよ。彼と一緒なら全てを捨ててもいいのです。この愛は私の価値観をも変えたのです。まさか先生、私のことを。そういう次元の問題ではないと思うのですが。そろそろ同棲も終わりにして、早く籍を入れてほしいんです。先生、そんな。ありがとう先生。先生って無責任なんですね。やっぱバイクは最高さ。これでぶっ飛ばすのがたまんねえ。もち、最新のマシンさ。バイトして買ったんだ。高速違反が怖くてスピード違反ができるかよ。警察だと面白えじゃねえか。やってみろよ。あらよっと、一致やりますか。固いことを言うとこのツルハシをお見舞いしますよ。はい、頑張ります。応援してくださいね。それじゃああっちに行ってください。はっきり言って邪魔なんです。帰り道がわからなくなっちゃったの。え、そうなんだ。道に迷ったかと思っちゃった。だって方向音痴なんだもん。そんなに怒らなくってもいいじゃん。私の美貌でまた殿方が集まってしまう。もちろんですわ。誰だって美しいものを好みますもの。なんて失礼な、モテないもののひがみですか。さっさと私の前から消えていただけません。さあ、私の靴をなめ。ご褒美にムチをあげるから。先生は職業に差別意識があるんじゃないですか。恥ずかしい。先生に SM の趣味があったなんて。ほっといてくれよ。もうどうなったっていいんだよ。そうだよな、先生の言う通りだよ。今はもう少し一人にさせてほしいんだ。先生って冷たい人間なんだな。私のことだってほっといてください。わざわざ探しに来てくれたんですね。先生ありがとう。ちょっと嫌なことがあったんです。でももう大丈夫。それならわざわざ探しなんて来ないでください。絶対に絶対に帰らないんだからね。わがままじゃないもん、放っておいてよ。本気で心配してくれてたんだね。ありがとう。ああ、置いてかないで。本当は寂しかったの。
もうあの家には帰りません。そんなつもりでは。でも先生のおっしゃる通りかもしれません。あら、年の問題ではないと思いますが。そんなこと私には関係のないことですわ。もう何もかも忘れてしまいたいんです。はい、ちょっと無理をしすぎていたみたいです。ごめんなさい。わざわざ探しに来てくださったんですね。結局先生も自分のことが大事なんですね。放っておいてください。触んじゃないよ、仕事中なんだから。固いこと言うなよな、サービスすっからさ。だろ、自分でも結構気に入ってんだ。そんな驚くことないさ、最近の女子高生じゃ普通だぜ。先生、お給料日前なのに大丈夫なんですか。どうせ私は運動バカですよ。先生たらウブなんだから。はい、ごめんなさい。ねえ先生、マミフルーツ食べたいの。あーい、それじゃあとジュースとシャーベットもね。先生のケチケチケチ。ふんだ、いつまでも子供扱いしないでよ。ねえ、ボトル入れてくれないかしら。この美貌を遊ばせておくのはもったいないと思って、今度は高級クラブにしようかしら。指名ナンバーワンだし、もっと深い関係になりましょうか。うっそ。当店は会員制でございますか。はい、頑張りますのでこれからも来てくださいね。先生は職業に差別意識があるんじゃないですか。見て見ぬふりですか。私、先生を見損ないました。よっ先生、こんなとこまで来て見回りかい。親父が来てけってうるさいんだよ。それじゃ先生、的になってくれよ。安心しろって、さすがに浴衣姿じゃ喧嘩はしねえよ。どうも、やっぱお祭りはワクワクするよね。ありがとう。いつもより女の子っぽく見えるかな。たまにはおしとやかにしようかと。なんてね。やだな、そんな小言ばかり。パッと行こうよ。先生、お腹減っちゃった。うん、屋台で食べるのって大好きなんだもん。あんつ飴、焼きイカ、チョコバナナ。大丈夫だもん、まだまだ食べられるようだ。たまには庶民のイベントに来るのもよろしいですわね。ちょっと目立ちすぎかしら。せっかくですが、私の口に合うものはないようですわ。大丈夫ですわ、そうやすやすと誘いに乗ったりしませんから。お祭りの熱気ってすごいですよね。なんだか元気が出てきます。恥ずかしいからそんなジロジロ見ないでください。そんな、金魚がかわいそうです。先生、いけません、そんなこと。見て見て、可愛いでしょ。
かがかしら。この帯の価値が分かりまして。変じゃないですか？なんだか恥ずかしいです。本年もよろしく。私の方こそよろしく。よろしくね。こちらこそ。9年中はお世話になりまして。ありがとうございます。うわぁ、領収書切りましょうか。いいんですか？そんなに無理なさらなくても。よろしいんですか？なんか虚しくなっちまってよ。やっぱそうかな。ありがとうよ、先生。もう大丈夫だよ。どうせ私のことなんかどうだっていいんだろ。ああ、寂しいな。町にいたって私は一人。心配かけてすみません。先生を待っていたんです。そんなに怒んなくたっていいじゃないですか。私帰りません。解消しないでください。チェ、つまんないの。誰も遊んでくれないんだもん。うん、お腹がペッコペコだったんだ。先生って怒ると怖いんだね。私に構わないでよ。自分のことは自分でするからさ。庶民があふれるこんな町は好きになれませんわ。散歩でもしません？先生のエスコートで。いつまでも子供扱いしないでください。それじゃあここで裸になれとでも言うのですか？どうしよう。でも家に帰っても。すみません。でも先生の顔を見たら安心しました。ご心配かけて申し訳ありません。なぜ私を一人にしてくれないんですか？
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。くそ、全然客が来ねえんだよ。ああ、なんだか今日は商売上がったりだよ。お客さんが少ないよ。こんなにお客が少ないのは誰かの陰謀かしら。こんなお客の入りでは赤字になってしまうわ。やっぱ夏は海だぜ。泳ぐのは最高さ。スクール水着みてえなダッシェーの着れるかよ。ありがとうよ先生、自分でも気に入ってるんだ。まあしかとしてんならいいけどよ。さあ泳ぐぞ。これでも水泳は得意なんだから。大丈夫です、これでも泳ぎに自信があるんだ。はい、ラジオ体操第2までやります。はい、任せてください。私金槌なの。うん、でも大波が来たらどうしよう。うん、だって勉強は大嫌いなんだもん。先生冷たいね。ねえ、サンオイルを塗ってくださる？仕方ないわ、この美貌だもの。87、56、85、完璧よ。先生がいるとナンパされないから困るわ。邪魔よ。いつも勉強ばかりだったけど、たまにはいいわよね。ご心配かけてすみません。潮騒を耳にすると一層読書が楽しくなります。何かご不満でもあるんですか？いっけねえ、腹ペコだったんでつい。だろ、結構いけるんだぜ。いいだろ、いちいち細かいこと気にすんなよ。腹が減っては戦ができぬって言うだろ。部活になったらお腹が減っちゃうんだもん。運動した後は最高だよね。やった、ラッキー。そんな、育ち盛りなのに。なあ、また見つかっちゃった。平気平気、全然大丈夫だよ。それじゃあさ、もっと美味しいもの食べに連れてってよ。だって食べるのが一番大好きなんだもん。あら先生、私としたことが恥ずかしいですわ。ちょっとハメを外してみたかっただけですわ。やっぱり私に立ち食いなんて似合いませんわよね。生徒にたかるなんて恥ずかしくありませんの？あら先生、こんなとこでお会いするなんて。見つかったのが先生でよかった。以後気をつけます。これ以上冷たいものを取るのは遠慮しておきます。そんな、私だって人間です。お腹だってすくんですよ。最高だぜ、バイクみたいなスピードがたまんねえ。心配すんなよ、自分の実力ぐらい分かってんだから。だろ、バイトして買った最新のモデルさ。こんなとこまで来て説教かよ、頭にくるぜ。まったく、先生見てよ、スノーボード初挑戦なんだ。どんなに寒くたって平気です。チャレンジチャレンジでしょ。スポーツだったら任せてよ。練習中なんだし放っておいてください。スキーは下手だからそいで遊んでるの。寒いよ。でも先生のお財布の方がもっと寒いでしょ。でしょ、あたしのお気に入りだもん。あっち行ってよ、怒っちゃうぞ。幼い頃から冬のレジャーはスキーと決めてますの。冗談でしょ、言い寄ってくる男たちを避けて滑ってるんですから。そんな言葉は聞き飽きました。先生がいるとナンパされないじゃない。邪魔よ。どうです、うまいものでしょ。やっと滑れるようになったんですよ。今だけでも受験のことは忘れていたいんです。母が買ってくれたんです。でも私には少し派手じゃないかな。先生は
スキーに興味がないようですね。よう、なかなかいい雰囲気の店だろ。バイク仲間が集まる店なんだ。照れるじゃねえかよ。なんだよ、とっとと帰ってくれよ。うわ、先生いらっしゃい。はい、バイト料もらったら先生にネクタイ買ってあげるね。ありがとうございます。それじゃあおかわりサービスね。だってお小遣いが足りないんだもん。ここのコーヒーはとっても美味しいんだよ。うん、それじゃあコーヒーサービスしてあげるね。うん、だからとっても美味しいの。ひどい、先生なんて帰っちゃえ。私特製の紅茶を入れて差し上げますわ。そんなに褒めてもサービスはいたしませんわよ。ここはおじの経営なの。見逃してくださいますわよね。紅茶の味が理解できないなんて情けないですわ。このお店はとっても落ち着けるんですよ。もともとは私もここの常連だったんです。ありがとうございます。ゆっくりしていってくださいね。社会勉強も大切なことだと思うんですけど。先生、ありがとう。感謝してるよ。この一年間、お世話になりました。また遊びに来るから、よろしくね。素晴らしい思い出を、ありがとうございます。このご恩は、一生忘れることはありません。先生、ありがとうございました。アーバよ。それじゃあ。じゃあね。失礼。さよなら。あっかんでー。